のバイク確かに515とか言うてるし、そう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 、俺ら遊んでる125とか別物みたいなね。昔のほら CB の125の延長やからさ、あれの、うん、でもあれは2気筒やから高回転型で面白かったんやけどね、うん、あでも単発単気筒は粘りがあるやろ、粘り下で、うん、今日何馬力ぐらい出てんのかなこれ、何馬力やろな、でもこの系統のエンジンやったら CB50 にも詰めそうやけどな、縦型やから。はい、積むかい、今から出たところ今 CB50 の JX さん手に入れたらそのまま乗っとく俺は。ラジオフレームうち転がってるよなあ、ああそうね、ああそう、帰ってきからあ、嫁から呼び出しか、呼び出しくらいな、しゃあないね、ありがとう、気づけてな、イエーイ、ありがとう、いつもありがとうね、また遊びましょう、ありがとうございます、気をつけてね、はい、美味しかったです、ごめん、これなんていうバイクなんかな、 CBF125 ですね、何年モデル、2000、もう、この系、これ自体は2014年は14年モデル、はい、そうなんよ、エンジン音聞かせてもらえる、はい、だいぶグリップヒーターついてあるやん、これいや、世界的仕様やな、あ、よくなるやん、さすが新車、これなんていうバイク、 V ストローム650です、650、何年モデル、2013やったと思います、13年モデル、エンジン音聞かせてもらえるかな、はい、どうぞ、まいどあ、よくなってる、おお、いや、な、乗ってオッケー、どうぞ奥の入ってみてください、はい、あらい、
岸本城行くんやろ。はい、岸本城行くんやろ。うん、気づかで行くや。はい、26行くよりさ、はい、逆に外側からくるっと回る方が寒いわ。26行こう。そっちの方が、この次の信号左やで。はい、左左の高架下ね。高架下です。 OK、 うん、ありがとうございます。いや、気づかでね。あれ、オッケー、気づけてな。向こうも出てたらない。